パチスロー酒部員001トムです。またねやってまいりました。今回ねなんとね撮影的に1週間しか経っていません。前回の実践から1週間が経ちまして、前回ねまあミスったって感じですよね。まあもうちょっとタイミングよくビンゴをやめてたらよかったかなと。ちょっと粘りすぎたし、あとまあ本来ならまあ守りに入るべきの時に守りに入らなかったんで残念な結果になったんですけど、まあ、今回改めてね気持ちを入れ直して頑張りたいと思うんですが、2台が若干入れ替えがありまして、ガレーゼロが3台入ってまして、まあ、あとねまだオープンしてないんですけど、ニューパルじゃなくて、まあ、パルサーの新しいのと、モグモグが、入るんですけど、まだオープンしてない状態なんで、まあ、そこを打てないです。だからですね、前回梅北コレクションやっぱ4台構成3台構成のところあるんですけど、そこが一番狙い台が、まあ、狙いポイントとなると思うんですよね。そこで前回コードギエス多分1/4、エブレが1/4、ハイスクールゼル1/4ってことは、おそらくライダー、ヤジキタ、モーハン、バサラ全部1台ずつあるんじゃないかなと思いますんで、とにかく抽選番号次第ですけど、まあ梅北コレクション行って何かしらとまあちょっと高設定を期待して打とうかなと思います。でまあそこがダメだったらなんかねちょっとゴルゴを打ちたい。なぜゴルゴを打ちたいかって多分ねすっごいみんなハテナ立ってると思うんですけど、あの台ね5号機の中で万枚率がねトップクラスです。ハイパーゴルゴラッシュ入ればもう終わんない。なのでちょっとねしょぼい負けとかよりはがっつり勝ちか、いやってことはがっつり負けもありえるんですけど、まあがっつり勝ちたいと思うんで万枚を狙って頑張りたいと思います。マジで、まあこれってそんなやばない。2番、2番すごい、ありがとう。ありがとうございます。さあ開いてんのかな。おはようございます。あえてのヤジキタです。さあ、コレクションの、まあ、何でもいいな、じゃあ何でもいいという理由で結局ね、コードギアスが当然埋まってて、で、まあ、エウレカ、すごい言いにくいそこも、エウレカ7が、まあ、埋まってて、で、まあ、モンハンとバサラも当然埋まってて、そこからまあ、まあ、ヤジキタでもいいかな、一応前回はハイスクローゼルで打ったんで、ちょっとそこはあえて外したんですけど、まあ、ここがライダー、でもヤジキタあったらね、もう半端なく出ますからね、もう正直言うと、僕、あんま詳しくないです、ただまあ、どえらいことになるか、どうにもならないかっていうのは結構ね、発揮してくれる台なんで、まあ、昼ぐらいにどうにもなってなかったら、もうやめでいいかな。あれ？どうした？え、何も言ってないですからね。やったー！来た、天狗。おい。はい。初回、ジャックチェリー。一応結構設定差あるからね、ジャックチェリー。当然引けば引くほどいい。そしてショートカットすればするほど当然いいし、今のとこはいいし。そして3
下から動きやるといいですよ。これもはい、スイカも尻もどっちも一発目のショートカツ。お、3連リップ、3連4連、まあもうあと24ですけどね。はい、当然行っちゃいます。とこ4台中一番、まあ、逆サイドの台が一発目の周期で当たりましたね。僕は果たしてどうでしょう。それでは早速、今回のコースこれだ。天狗の恋、バナお花は。いやー、頑張れマジで。頑張れ天狗、頑張れ天狗、頑張れ天狗、頑張れない。うわー、どいたどいた。天狗、頑張れなかった。お、あー買えない。まあ今のところは動き悪くないですよね。チェリーとかそういう辺に関してはショートカットの数とか。よし、残念、またまた。バイク、バイク、オーケー、オーケー、オーケー。いやー、なんかちょっと楽そうな感じ今のとこ。さあ2度目のセクションチャレンジ。それでは早速、今回のコースはこれだ。はい、同じ。厳しい。これないですね、まだ。まだ大丈夫。まだまだ大丈夫。投資が次のプッシュで470枚ですけど、まだまだ大丈夫。様子見よう、本当に。今とかチェリーの落ちが一応弱点2回、まあちょっと悪いか、悪いよね。ただ判断早い。他の台は別にね、あの1台だけちょっと出てるけど、あとはまだ動きないんで、期待してそんなあのすぐポン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 と移動しないように今回頑張ります。いやまああの夢あるからね、本当にこの台。結構こう残り3000ゲームとか見ますよね。そんなまあ味わったことないけど、もしかしてそれが今日味わえるかも的な。初めて移動してくれなかったです。リップさんね、お、ちょっと違うね今回。ないなきついね、きついきつい。可能性ゼロではない。マジかー、きついな。どいたどいた、
いや、一応940枚使い切りました。もう当たるまで打つしかないね。ここに来るとね、550ゲームです。もう周期的に次で6回じゃなくて7回か。厳しいよ、厳しい。残り20秒、はい、当然到着。いやお願い、マジで厳しい、本当に厳しい。ここまで投資するつもりなかったよね、当然。ゴルゴの良かったかな。あれ？え？当たった。そんなことあったんや。俺勝利確定。やったー。俺が宇宙の言葉じゃい。いや結構長い道のりだった。ふう。OK、ここからね、ついに始まりました。さあ。頼むよ、マジで。なもんすよね、なもんす。 OK、 こっからいかにわっしょいわっしょいできるかどうかね。カッパ、君に会いたかったな、カッパ。何も起きず残念終了です。頼むよ、ここマジで。どうしようかな、これ本当に。いや、チェリーがめちゃめちゃ落ちてたらちょっとね、悩むないですけど、やっぱ悩むね。周り見に行こうか、ちょっと移動を考えます。しないと言ってたけど、ちょっとね、さすがにきつい。一応ガレーゼロが、まあ、寝台っていうか、一応3台入りまして、カドさんが今いい感じです。行っちゃおうか、行っちゃいましょうか。ハイパーゴルゴらしいでか、多分頑張りましょう。ゴルゴ行こう。これです、一か八か、本当に一か八です。ゴルゴ13、この台出だすと大変で、昨日ね忘れ聞いたんですけど、すごい出たんですよ昨日。これこれ最初に7800万でしょ。それがゴールゴーラッシュのすごさマジで。あら、全長だ。はい、カナダです。できればもっと上にステチンして上がっちゃって、
った。まだ足んないけど、うわー白い。愛するシルビアよ。あ、チャンスアップだってね。あなたの銃ではここまで。え、マジ？いけるか？いけるか？いけないよね。さすがに、さすがにいけないよね。でれでれれ、今日何回聞くのかな？当たるまで。まあ早いね、この前兆来るのは。来てるね、完全に来てる。え、ようチャンス目でしたっけ。これうわー、来た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 。ミッション13、リチュールと壊滅作戦。ミッションに行きますよ。もう確実に、ここランプが光ってたもん。もう行った、やばい。早速最大のチャンス来たよ。かっこいいわここ。俺解除したことあんのかなと思うぐらい外れるけど、今回こそね、頑張ります。リプレイね。チャンスは一度きりだ。そうね、斬新というか、チャンスは一度きり、あっさりですよ。マジで本当に頼む。チャンスは一度きりだ。いや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 、もう ダメでした。うっそな、今のもうなんかもうほんと解除しないよね、あれ。チャンス目、いやーちょっとほんと頼むよ、ミッション。んおー、いいよ赤文字。ちょっと弱いか。ご注文はお任せします。ご注文は本日の。やる気満々だな。お、やばいやばいやばい、こんなに簡単にミッション入ることないよ。チャンスは一度きりだ。あんのかな、本当にリプレイの 10% だったかな。そういう感じがしないよね。あ、あ、取りこぼした、スイカ。ごめんなさいね、こっちなしかい。頼む、マジか。もうしかもスイカ引いても何もないし、ね、このミッション中は。いやでもこんなに簡単にミッション行かないよ普通。パチソロ叫ぶ員になろう。まずは気候な海北店の景品コーナーでリストバンドをゲット。そして共に声をかけてニックネームを登録。部員は番組内に出演可能、収録後の飲み会にも参加できます。
出演せずにランキングや飲み会だけに参加するのも可能です。半年後ランキングのトップには何かありますよ。部員メンバー1としての特別ルール、僕の結果に応じて皆さんにおごる杯数が変動。これでもっと突っ込むってリカバリーですね。ここからどうやっていかに戻せるかちょっと頑張りましょう。